どうもテラクです。今日もミンゴルやっていきましょう。よし、まあツアーでゴルフ機内行きましょう。いきなり行こう。あー、そっか、あれがなかったんだ。ポイントが、ポイント切れてたんだね。誰にしようかな。じゃあ参照したら終わりにしましょう。うん、うん、ポイント買っとくの忘れた。炭酸2754と。レッツゴー。パー4。ドバードバー、あそこか。なるほど、風風向きだけ見よう。ミラーか。さあ始めましょう。砂ぼこり弱。あら、27何ボットかでしたよね。ああ、なるほど、2打目決めるマンだな。そっか、2打目決めんのか。ちょうちゃん、ただ3ウッドか。1ウッドがどうかな。セミラフ、これさあ行きましょう。これかなりいけるんじゃない。376。ここか、ここだね。で木が邪魔だな。木が邪魔だけどどうすっかな。この感じで打っちゃいいかね。どっちだろうな。ここかな。見ようか、もう一回見ようか。ここかな。ちょ、打つか。ナイスショット。やばくね。よしよしよし、乗った乗った。で、相手相手のショット、うん、なるほどね。次決めなきゃダメだな。そしたらではこれ2打目か。どうしようかな。そしたらここで決める必要もないんだけど、ここで決める必要ないな。決まった。よかったよかった。疲れた。ナイスショット。手裏剣が役に立った。よし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 、まずは一勝。次行きましょう。誰にしようかな。あ、今あれですね、あの加藤純一のポケモン見ながらやってます。2戦目の対戦、シュリーさん2686。あの女の子かわいいな。レッツゴー。髪型がいいね、髪型が。パー4。トーグラー、トーグラー目。
どうすっかな、トーグラ結構勝率悪いんですよね、うん、ここは勝率悪い。2打目か。さあ、行きましょう。風がある祝砲を、祝砲で何ぼ出る、横、真横、うーん、祝砲を、うん、真横、いいですね。91.3、2打目決めだな。さあ行きましょう。351、祝砲真横、はあ違うね。もうこれでいっか。ナイスショット。やっちまった。リタイアします。音楽変えよう。今の農家ファラオは行きません。ハワイアンにします。お、残り2戦やっていきましょう。誰にしようかな。うん、あそこ勝率悪いんだよな。第3わたかよさん、うん、2863。レッツゴー。なんかあれですね、合わせてるのいいな。髪型服装か。1だか。1だ。パツイチ案件。アイコンショットから狙っていく。ティーショットチャンスだから、相手これ決めたら次は自分風神じゃないと勝てない。場合によっては。つけるんだ。うん、1メーター以内でナイスをします。2メーター？ 1.3？ 2メーター 1.3？ マジかよ。もう風神でしょそれは。2メーター 1.3 ですよね。ここ。いやもうちょいか。ここか。2m1.3 だったよね。これ勝てるぞ。よし、これほぼ勝ちでしょう。2m1.3。それ以上につければ勝ち。うん。よかった。ただ1メーター以内には入れたかった。難しいねやっぱり。いける。やったバーディー。ほっ、バーディーチャンス。よっしゃ、じゃあ決めていきましょう。
うん。はい。今日も頑張りましょう。では。誰にしようかな。最後の相手かもしれない。4戦目ですね、4戦目。あ、同じ方だな。2840。相手にとってはリベンジと。パーフォー、うん、じゃあ挨拶していきましょう。ここか。なるほどね。チョーパーだな。さあ、行きましょう。よろしくと。おお。ここでいいよね。オッケー。ナイスショット。ふうふう。いいですね。40.5。まあ封刃使うときだな、ここは。相手は3-1、同じ。前に出して 1.4 倍食らわれたら終わりだから、やっぱ封刃だね。相手は自分よりも前に行くはず。41.4。 行かなかったな。これとりあえずこれやっとか。うん、ちょうちゃん 1.4 か。ちょうちゃん 1.4 打ち、決まったら内装します。1.4 倍。これ決まったら終わりか。外したら、ファラオ行きます。よいった。どうよ。うん、1.4 したか。よっしゃ。これむずくね？よかった、決まった。はぁ、疲れた。多分勝ったと思う。はい。うん。ということで、ボックスは開けられません。優勝コイン361、開けられるね。じゃあ開けよう。まだいけた。よし、ダイヤ開けていきましょう。開けたってことは続けられるってことか。120で開けるか180で開けるか。その前にもう一回
ツアー行くか。現在の状態負けてる。3連勝チャレンジか。やったとしても誰にしようかな。間の負けを考えな、うん、ダメだね。考えるね。だってバグってないからね。エロティカセブンさん2884対戦したことありますね。レッツゴー。パーフォー。トーグラー。これはあれか、一打で決めるやつか。うん、さあ行きましょう。351ちょっとナメプしていいですか。うん、始めましょう。2打目。あら、すいません、ちょっと加藤純一の実況を見てて吹き出してしまう。相手はどうするか。ここでもうセコチはないでしょ。普通に狙いますよね。中央。これ中央狙うしかないんだよな。でも中央は狙わない。うん。ナイスショット。決まるかな。どうだろう。いいわね。決まるかは謎。よし行こう。祝砲。これライアシはダメだね。 1.4 した。一瞬、あーここか、ここか。あーあなるほどね。ちょっと場所が分かんなかった。一番最後は入ってました。うん、はい。じゃあ開けよう。終わりますと。お、手裏剣はまだ使えるから。配送依頼。じゃあクラブ学習。手裏剣は多分あげられないと思う。うん、こんな感じですね。これはもうあげなくていいよね。インパクトが増える、コントロールが増える、パワーが増える。リムジンの使う場所ってどこだ。ドライバーのところか。いや、じゃあフェアウェイウッドか。インパクトが上がるのはいい。まあそれだけだね。じゃあ終わりにしましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。次回のミンゴルもよろしく。まあ最後にちょっとガチャやりますか。
まあ結構外しまくったので当たりが来る可能性はある。外れ、うん、16回外れ、そんな感じ。17回外れた。17回外れ。だからあるぞ、これはある。19回外れ、20回外れ。そろそろ当たり来るはず。じゃあラスト行きましょう。来ると思うけどな。来ない。はい、失礼します。